ライブ交通別大線。別大線は、かつて、大分県大分市の大分駅前から、別府市の亀川駅前までを、国道1 0号、別大国道に沿って結んでいた大分交通の軌動線、路面電車である。通称、別大電車。1900年、明治33年に、九州初の電気鉄道として開業。1927年、 昭和2年からの経営主体である別府大分、電鉄株式会社、別府大分電鉄は1945年、昭和20年の戦時統合で発足した分交通の母体にもなった。末期まで黒字経営であったが、バス、乗用車の発達に伴い別大国道の混雑が問題視されるようになり、大分県の要請を受けて1972年、昭和47年に廃止された。 1969年3月当時、別大線は、だいぶ、駅前停留場から、亀川駅前停留場までを結んだ全長 18.4km の、軌道線、距離は、廃止時で、廃止時点では、途中に32の停留場を設置。起点を置いた駅前側から見て、両軍橋停留場を過ぎた地点に、大分市と別府市の境界があり、両軍橋停留場までの14停留場が、 大分市内、次の東別府駅前停留場から終点、亀川駅前までの二重停留場が別府市内位置した。また別台線はむね日方本線に沿って付設されており、日方本線大分駅、西大分駅、東別府駅、亀川駅の4駅に対応してそれぞれ駅前停留場を置いていた。伏線区間は起点側では、 大分駅前から簡単停留場までの3 8トル、新川停留場までは南北方向、新川から先は東西方向の道路に付設された平洋軌道でもあった。この区間は大分市内と呼ばれた。簡単停留場から東別府駅前停留場までの7 3トルは別府湾に沿う国道10号の陸側。 日本本線側に付設された専用軌道区間で、内両軍郷停留場までの 6.6km は単線区間であった。単線区間では、1951年、昭和26年以降は、白沖停留場の先にあった仏崎離号所と、別院前停留場の2カ所で列車の行き違いを行った。 残る東別府駅前から終点亀川駅前までの 7.3km は別府市内と呼ばれた区間で全線複線であり亀川駅付近の専用軌道区間を除いて国道15上に付設されていた以上は最後まで1972年まで存在した路線であるがそれ以前には別府市内区間の北浜停留場から西へ 日本本線別府駅方向に向かう 0.5km の支線が存在し、終点に別府駅前停留場が設けられていた。この支線は1956年、昭和31年10月に廃止されている。別台線は京都電気鉄道、名古屋電気鉄道、大志電気鉄道、小田原電気鉄道に続く日本で5番目の電気鉄道である。 豊州電気鉄道という会社により建設され、1906年、明治39年に、文後電気鉄道が引き継ぎ、その後1916年、大正5年合併により、九州水力電気へ、1927年、昭和2年事業譲渡により、別府大分電鉄へと渡り、1945年、昭和20年より廃止まで、別府大分電鉄が社名を変更した。 大分交通により運営された。別大線を建設した、豊か州電気鉄道株式会社は、1894年、明治27年11月20日に、軌道敷設特許を得たのを受けて2年後の1896年、明治29年8月5日に設立された。発起人は、地元や愛媛県の実業家である。さらに4年後の1900年、 明治33年5月10日に、豊州電気鉄道は、別府停留場、別府町あざ南町から堀川停留場、大分町あざ堀川に至る、全長6マイル56チェーン、110.78キロメートルの電気鉄道を開業させた。これが別大線で最初に開業した区間である。その後路線は、大分町側で延伸され、1901年、 明治34年11月29日に、堀川から、宮毛町停留場まで開業し、翌1902年、明治35年4月15日には、南新地停留場、後の竹町通りまで延伸された。また旅客輸送専門であったが1902年5月から、貨車が導入され、貨物輸送も開始された。さらに千九百四年、明治十七年八月からは兼業として、 電気事業にも進出しているこうした事業拡大にもかかわらず、経営面では業績を伸ばすに至らず、経営不振から経営人の頻繁な交代や株主間の対立など社内は混乱するようになる。そのような中で、元役員を中心とする債権者が、大分地方裁判所に対し会社の破産申請の訴訟を起こし、1904年、明治37年に、 豊州電気鉄道は破産宣告を受けてしまう。その後同社は、債権者に財産一切を譲として、負債を消却するという破綻処理を取ることとなり、1906年、明治39年1月30日の臨時株主総会で会社解散を決議した。そして同年1月4日に新会社文後電気鉄道株式会社が設立され、破綻した。 豊タ州電気鉄道から事業一切を引き継いで経営の再建に着手した。新体制となった文後電気鉄道では、積極経営を展開し、線路、車両の改修や電気事業の拡大を図った。文後電気鉄道時代に路線の延伸はなく、その反面電気事業は水力発電所の新設など拡大したた、収入面では電気事業収入が著しく伸長し、 対象初期には全収入の7割近くを占めるようになっている。1916年、対象5年3月、文後電気鉄道は当時福岡、大分両県で積極的な事業統合を展開していた九州、水力電気株式会社という電力会社に合併された。同社は、福岡市内の路面電車、旧博多電気機動線も経営していたことから、これと区別するため、 旧文後電気鉄道線は、大分電鉄線とされた。九州水力電気の時代になると、再び路線延伸が進んだ。まず大分市側で延伸され、1917年、大正8年7月7日付で外堀、外堀停留場まで開業し、さらに1919 19年、大正8年2月24日付で、大分駅前止め場まで開業して、 大分駅前への乗り入れを果たした。1922年、大正11年3月7日には、警察署前停留場と簡単停留場間に、海岸より、新川停留場経由の新線が開業する。堀川経由の急線はしばらく残されたが、道路幅が狭く危険であるとして、沿線町内会の反対を押し切り1925年、大正14年12月に営業を停止している。 一方、別府市側では、1922年11月25日付で、別府停留場外設され、大阪行きの船が発着する別府高山橋まで延長された。こうした設備投資の一方で、九州水力電気全体で見ると、福岡の電鉄線を含む鉄道事業が占める収益面での重要度は低く、なおかつ、大分電鉄線の経営は不振であった。 このため1926年、大正15年12月に、電気事業以外の県営部門の整理を決定した。大分電鉄線を整理するにあたり、同線の経営に興味を持った中央別府温泉土地、本社は、大阪の社長、清水栄二郎と、清水に仲介を求められた、阪神急行電鉄社長小林十三が会社に、事業独立の話を持ちかけたことから、 新会社の設立準備は阪神急行本社内で進められ、1927年昭和2年6月24日開催の新会社創立総会も同社本社にて開催された。こうして新会社別府大分電鉄株式会社発足する。資本金は200万円で全4万株のうち2万株を九州水力電機が引き受けた。初代社長には清水がついた。 そして同年6月30日付で、別府大分間の鉄道線は、九州水力電機から別府大分電鉄へ、譲渡された。新体制となった別府大分電鉄では、別府市の北側、亀川町への路線延伸に着手し、1928年、昭和2年2月に、亀川延伸の軌道不設特許を取得した。そして翌1929年、 昭和4年5月1日、その第一段階として、季節別府三橋停留場から境川、停留場までの区間と、その途中の北浜停留場から別府駅前停留場へ至る別府駅連絡用の支線を開業させた。残る境川から亀川新川停留場までの区間は1930年、昭和5年12月1日に開業している。車両については、 九州水力電機からの軽症客車が29両あったが老朽化が進んでいたためボギー車への置き換えを進め、1928年に10両、1929年に5両、1932年、昭和7年にも1両と順次ボギー車を増備して近代化を進めた。また経営の多角化も進展した。まず1920年代になって参入が、 相次いでいた路線バス事業へと進出し、1927年11月30日に、別府、大分間で運行されていた個人経営バスの営業権を買収した。バス経営は、電車乗客の流出防止を目的としていたが、その後別府と木付を結ぶバスの営業権も買収し、電車沿線以外にもバス路線網を拡大していった。その結果、 1932年末時点で、車両19台により5路線を運転するに至った。ただし1933年、昭和8年5月28日、別府、キツ間のバス事業統合を目的として、別所自動車が発足するとこれに参加し、同社へ同線とバス7台を譲渡している。バス以外では、別府市内の別荘地、鶴光園での食堂経営。 九百二十八年四月、開店。九百三十一年三月、閉店や、亀川での天然砂場運営。百三十三年十一月開業。を手掛けている。1940年、昭和十五年、大分県への進出を強める北九州の九州、電気起動。後の西日本鉄道が、九州水力電気より、別府大分原鉄の株式を買収し、 別府大分電鉄を参加に収めた。同年5月30日には、同社社長の村上匠二が清水に代わって二代目、社長に就任している。この時期は日中戦争下であり、鉄道事業では資材不足によって車両増備ができなくなり、1941年、昭和16年には、廃車や車両売却によりボギー車16両、 単車12両での運行へと体制縮小を余儀なくされた。しかし中古レールを活用することで1942年、昭和17年3月3日に、亀川駅前乗り入れ、亀川新川、は亀川駅前停留場間の延伸を果たしている。一方バス事業は運行状況がより悪化しており、戦時下の燃料統制のため運行が困難となって1939年。 昭和14年6月に電車平行線が止めとなったのを皮切りに路線休止が相次いだ。バス事業は最終的に1945年昭和20年1月に残存路線大分木の上間と車両8台を大分バスへと譲として撤退した。太平洋戦争開戦後の1942年8月鉄道省による私鉄 バス会社の企業統合に関する通帳を受けて、大分県でも交通事業統合に向けた動きが始まり、県内を県北、県南、北の3ブロックに分割してそぞれの域内で統合に向けた準備が進められた。内別府大分電鉄の事業地域である県北エリアの統合では別府大分電鉄を母体として、これに各社を九州合併させる案が採用され、 1943年、昭和18年4月に統合に関する覚書、交換。翌1944年、昭和19年11月には、ウサジングルでの合併契約調印と進んだ。そして、対戦末期の1945年、昭和20年3月1日付で合併に関する、当局の科学だり、4月20日に開催された。 大分市での合併報告総会をもって合併が成立した。合併に参加したのは、存続会社となった別府大分電鉄と、矢場系鉄道、宇佐三宮鉄道、豊タ州鉄道、国崎鉄道、宇佐宮自動車、別所自動車の7社であり、合同によって、大分交通株式会社が成立した。大分交通成立により、旧別府大分電鉄の鉄道路線は、同社、 別台戦となった。別台戦における輸送量のピークは終戦直後の1946年度から1947年度にかけてに出現し、戦前は600万人台であった年間利用者数は一挙1 5 0 0万人台へと跳ね上がった。当時の車両は別府大いた電鉄時代からの1型12両100型16両の28両で、繊細にあった1両も、 戦後すぐ復旧していたが、それでも車両が不足するため、名古屋市電から単車を5両購入している。終戦から日が立ち電車以外の交通機関の輸送状況が好転するにつれて、並走する国鉄日報本線や自動車との競争が激しくなり、別台線の乗客は減少傾向となった。対策として1951年、昭和26年6月、 単線区間の交換場所変更と車両歯車比変更による速度向上を実施し、全線の運転時間を54分から50分へと短縮した。また、観光地として沿線の高崎山が脚光を浴びたため最寄りの別院前停留場を改修し、長距離客に同停留場での途中下車を認可するなどの観光客誘致策を実施している。 車両面では1949年、昭和24年百9 3 2年以来の新車となる200系5両を導入したのを皮切りに、1954年、昭和29年に300系2両、1956年、昭和31年から1959年、昭和34年にかけて5007両を導入した。これらの新車は輸送力を増やすため、 連結運転可能な仕様とされ、その後在来車の100型も連結運転に対応するよう改造された150型。こうした輸送力増強の一方で、北浜から別府駅前へ伸びる500メートルの支線は1車両、平均9人と利用が落ち込んだため、別府市の撤去要望に応える形で1956年10月18日、限りで廃線となった。 1960年代に入っても別大船の年間輸送人員は1200万人を超えており、朝ラッシ主事の輸送力増強を目的として1962年、昭和37年に2車体連接の1000型1、編成が登場。さらに翌1963年、昭和38年には2両を背中合わせに連結した大型車1100型に編成も導入された。 しかしながらピークは長く続かず、モータリゼーションの進展によって1964年度の年間1353万を頂点に、翌年度以降輸送人員は毎年減少していき、1969年度には年間1000万人を下回って、別大戦の営業収支は赤字に転落した。収支悪化に対処するため、別府市内運転の減便。 大分市内運転のワンマン運転実施、1968年9月、夜間の減便と終電繰り上げ、1969年11月実施、といった措置が取られたが、経営を改善させるには至らず赤字幅は拡大する。一方で、年間輸送人員も1971年度には813万人へと低落した。電車利用源の反面。 別台線のうち半分以上が併用する国道10号では自動車交通が激増したため大分県では軌道を撤去して国道を2車線から4車線へと拡幅し交通緩和を図ることが適切と判断1971年昭和46年12月に大部交通に対して別台線の撤去を要請したこれに続いて1972年 昭和47年3月7日に、別府、大分両市も撤去を要請する。これらの要請を受けて、大分交通は3月8日に、軌道撤去当局へ申請。27日に廃止認可を得て、4月4日限りで、別大線全線を廃止した。系統は3つあり、全線運行する、大分駅前、亀川駅前と、大分市内系統として、大分駅前簡単、そして、 ラッシュ時のみ運行されていた別府市内系統の東、別府、亀川駅前があった。1969年3月当時、大分駅前簡単、東別府駅前、亀川駅前が、平洋軌道、簡単東別府駅前が、専用軌道。1956年までは、北浜から分岐して、別府駅までの支線、大分県道32号別府停車場線上に、 平洋軌道として説も存在した。また、大部交通本社には、敷石とレールを使ったモニュメントがある。1961年、昭和36年10月26日午後2時52分頃、大部駅前初亀川行きの電車、2 0 0系2 0 5号が走行中に、土砂崩れに巻き込まれる事故があった。当時この地方では、早朝から雨が降り始め、 午前10時頃から雨が激しさを増していた。そのような集中豪雨の中で電車が単線区間の仏崎離合所を出て仏崎のカーブを約 20km 毎時で徐行転していたところ線路左手にある高さ 8m の崖上から約100立方メートルの土砂並びに大木が落下し走行中の電車は V 字型に押し潰され土砂に埋没した。この事故で 車内中央部にいた乗客のうち31名が死亡し38名が重軽傷を負った。同日は、ひつ市方面を走る大分交通国先線でも集中豪雨の被害があり鉄橋流出などの被害で一部区間が不通となった。事故後、遺族により結成された遺族会が大部交通に対し総額1億2000万円の損害賠償を請求する民事訴訟を起こし、 会社側の責任を追求して争った。この裁判は最終的に1964年昭和39年5月20日、会社側が保証金を支払うことで和解している。また1962年昭和37年1月、大分県警が会社側の防災工事に関して設計、施行、維持管理に課があったとして、 本社土木課長と大部営業所保選区長を業務上過失往来妨害と業務上過失致死傷の疑いで書類送検したが1964年8月1日付で不起訴処分となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。